同じ劇場ではですね、まもなくアウトレイジでが始まって舞台挨拶でたけしさんが来るというのに、今僕は壇上から見てて、なぜ皆さん猫タクシーを見に来たのかと。俺だったら絶対アウトレイジを見ると。このキレキレのカンニング竹山さんではなく、切れるのは構わないんですけど、やっぱ切れるとこの後ろにはいろんな大人たちがいますんで、あんまりね問題になるとやばいから、今日も一日長くありますんで、やっぱり僕の奥さんが鶴田さんということもあり、娘が山下亮ちゃんというのもあり、一個も僕の DNA が入ってないと。それが未だに僕はこれでいいのかなと、皆さんに申し訳ないなと思った気持ちでいっぱいでございます。そうですよね、はい、今回このお三方がご家族と、そうですよね、おかしい、そうですよね、いや分かってますけど、今本音言ってしまいました、はい、生まれるわけないですよ、僕の顔からね。性格とかは全然すごい似てるっていうところはないんですけど、でも雰囲気が結構自分に似てるなっていうのは。雰囲気ね、はい。そんなにリオちゃん無理しなくていいよ、大体皆さん大人だから大体分かってるから、あ、これお芝居でやってんだなって分かってるから。私カンニングさんのファンになりました。あら、本当ですか。本当です、あんまりでも持ち上げてもあれですね。ちょっと微妙な空気になってます。ものすごい優しい方です、本当に。やめてください、やめてくださいまあ皆さんも見てご存知だと思いますけども、こちらが巫女神さん役を演じた、ミースケという、非常に珍しい三毛猫なのにオスで、ご利益があるっていうふうにいろいろスタッフさんたちも言ってたんですけど。そうですね、巫女神さんと僕出会ったのが去年の9月ぐらいなんですけども、それくらいからですね、びっくりするぐらいに馬券が当たり出しましてまあ福猫っていうことはありますんで、だから今日も久しぶりに会ったんですけども、もうずっと触ってますね何か触ればいいことがあるかなと。はい、私も現場ではよく触りに行ってました。触ってるだけですごいハッピーになれるんですよ。あ、もうそれ自体がそれです。りょうちゃん、本当はなかったな猫タクシーを存分に楽しんでいただいて、そしてまだまだ日も長いですから、新宿の街を楽しむか東京を楽しんで幸せな一日にしていただきたいと思います。それかもしくはこれ終わってすぐアウトレイジを見てくださいお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。